10月13日と14日、六反木公園で野外アートフェスティバル in 西宮が開催されました。市民や学生と子どもたち、そしてアーティストが作品を通じて触れ合ったり交流したり、芸術文化を体験したりしようというもので、今回で27回目です。こちらは若き写真家たちというブース。本格的なデジタル一眼レフの使い方や撮影方法などをマンツーマンで教わります。お気に入りの1枚はプリントしてもらいました。はい、できたよ。あ、これか。こちらは自慢の手作りアート作品を販売するアートフリーマーケット。これしかね、怖いけどね。人気を集めたのは古代象形文字を書くブース。動物の名前や山、虫、月などの漢字をその成り立ちを学びながら書き写します。完成した作品を順番に貼り付けていくとアートフェスティバルのメインモニュメントになります。学、学ぶをテーマに市内、そして宮城県南三陸町や女川町の小学生から募集した詩の数々、その中から選ばれた48作品は西宮芸術文化協会のアーティストが詩を書いた子どもたちとともに大パネルに表現しました。開放的な空間でさまざまなアートを楽しんだ2日間でした。